絶対絶命都市4の続きをやっていこうと思います。前回ですね、団地みたいなところに来て、そこで一晩をね、過ごして起きたらね、こんな感じでね、お水がめっちゃ入ってきちゃってる感じのところからの続きになります。これ普通に、てか、親子は？あ、なんかまだ揺れてんだ。そう、親子がね、え、揺れてんだ、すげえ。これ、大丈夫か？親子は脱出できたのかな？おーと、大丈夫だ、まだあるね。え、てか、お母さんと子供と、赤ちゃんはどうしたの？え？マジ？え、めっちゃギリギリだったじゃん、今。嘘。あの、お母さんと子供は？どこ行ったの？懸命の親子の姿を探す。水に潜った親子を助けようとする。ただただ打ちひしがれ、絶句する。金鬼に親子がどうなったのか聞く。ここにいても仕方ない。早く岸に向かおうと冷静に話す。自分が助かったことに、心底安心する。でもいなかったよね、周りの親子。探してみるか。僕は目を凝らし、懸命の親子の姿を探した。しかし親子らしき人影を見つけることはできなかった。嘘。マジで。ね、前回風邪薬ね、持ってきてあげたんだけど、え、ダメなの結局。嘘でしょ。これどっちだ、こっちか。あ、一応進めそうな道はあるけど、え、てかなんで周りの建物大丈夫なのに、親子の建物だけ崩れちゃったの？嘘。そこのボート、止まってくれ！おじいちゃんの声が。今の声は、どこから？え、どこどこ？こっちだ！早く来てくれ！ん？何かあったみたい。行ってみましょう。ん？こっちだって言われたけど、全然わかんなかったんだけど、どこどこ？でもこっちの方だったよね、多分ね。おじいちゃん？どっからした？おじいちゃんの声。てかジャングルジムとかも、沈んじゃってんだね。これ多分公園からあれだよ。待って待って、挟まっちゃったんだけど。ね、ちょっと、抜けられない。あ、抜けれた抜けれた。どっからどっから？なんか一回、あ、いたいたいた、おじいちゃん。大丈夫？おじいちゃん一人？よかった。気づいてもらえないかと思った。あ、C 棟の208号室の住人なんだ。あんたら、そのボートを一体どこで手に入れたんだ？いや、結構遠くから来たのよ。ボートを手に入れるまでの成り行きや、この団地に来るまでの経緯をおじいさんに説明した。港も水没したのか。凄まじい地震だ。この先も油断できんな。だって今目の前の塔も沈んじゃったからね。お嬢ちゃんたちは、このままボートで北に向かうんだろ。一つ頼みがあるんだ。どうしたの？この団地は南から沈んでいっているようでな。このままだとここらも長く持たないと思う。ああ、やっぱり。携帯電話で助けを呼びたいところなんだが、地震の後繋がらなくなってしまって。ああ、やっぱどこも繋がんないよね。北にあるエニシダ団地駅にある非常電話で助けを呼んでほしいんだ。非常電話あるんだ。ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。わかりました。非常電話を探して救助要請をし要請をしに行きます。はあ、しょうがないな。救助を呼んできてあげますよ。相応の報酬をもらえるなら救助を呼んできてあげてもいいですよ。ひどいな。かなえさん、どうしようか。これちょっとおじいちゃんだからちゃんと助けてあげたいな。これでいくか。わかりました。非常電話を探して救助要請をしに行きます。おお、そうか、ありがたい。それは繋がるのかな。じゃあ、エニシダ団地駅にある非常電話を探してくれ。確かホームのどこかにあったと思う。ホームのどこか。駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。ああ、わかりました。ということで、これから、そこに向かって救助をあれか、
読みに行く感じか。てか下から、北からどんどん沈んでってるってめちゃくちゃ怖くない？今隣が沈んだからおじいちゃんのいるところも相当危ないってことだよね。これ場所は、何あれ？古本市場だって、これこっち行けるか？てか北、ん？北だっけ？なんか地図になんちゃらを書いてくれたって言ってたよね。でも、これここで揺れてる場合どうすればいいのこれ。ちょっと待って、なんかすげえぐるぐる回っちゃってる。操作難しいな、ボート。これ、だって防ぐとこないもんね、今。地震。来ちゃってはいるけど。てか、イートとかもめっちゃ傾いてんね。うわうわ。てか、こんだけでかい建物沈むって。なに？なんかに突き刺さっちゃった。あれ、木の枝当たっちゃいけないのか。一応セーブポイントあるけど。これ先行けないよね、多分。どうしよう、看板が邪魔でこれ以上進めないな。なんとかこの看板どけ入れないかな。看板を押してみることを提案する。看板を持ち上げることを提案する。彼が何か追いつかないか待つ。ちょっと人任せにしてみるか。そうだ。ロープか何かで団地の上から看板引っ張り上げましょう。でもそんなに長いロープこの辺りにあるかな？ねえなら作ろう。とにかく探してみよう。もう諦めよう。探してみるのがいい気がするけど。そうね。それに繋ぎ合わせれば長いロープができそうね。これまたあれかな？ここに入って、なんかいろいろ探す感じかな？行ってみよう。だって他に道ないもんね。そのままじゃあの看板だって動かせないし。まあ、一応、こんなことできんの？体調大丈夫？ちょっとね、自分今セーブをしたかったんだよね、実は。いけるいけるよかった。ちょっとね、当分セーブできてなかったから一回ここら辺で、セーブして、で、これであれか。ロープそんな都合よくあんのかな。まあ、一個一個ね、探してってみよっか。そもそも誰かいたりすんのかな、ここは。でもなんか意外とさ、団地の人たち。何？なんだって言われたよね、今。なんかすげえアイテムいっぱいある。何これ？ベースボールグローブ。これはあれか、身につけるやつかな？これはなんだ？革のベルト。なんかお洋服系のアイテムがあれだね。出るの？ここも。どっかロープないかな？隣行けそうな感じ。いけるね。206号室のベランダだ。ちょっと待って。ちょっと今さ、話しかけられたからちょっとその人にも声かけておきたいよね。なんか男の人っぽい声だったよね。なんか結構乱暴な感じでなんだって言われてる。なんだ。何？ここに住人か。なんだ君は勝手に人の家に上がり込んで。この家の住人に事情を説明した。救助要請で電話しに行こうとしていること。看板をどかすために長いロープを探していること。なるほど、避難。要請しに行くのか、それは助かるよ。ロープか、それなら俺の古くなったベルトをやるよ。隣の部屋にあるはずだ。俺は、あとは俺の知り合いに山登りの好きな奴がいてね、登山ロープくらい持ってるはずだよ。シートの101号室に住んでるはずだ。探しに行ってみたらどうかな。ここも水没しちまったら、鉄筋の建物だって言っても水没しちゃうな。おー、建築方式なんちゃら手に入ったね。さっき、なんかベルトを一回手に入れたよね。あれか、洋服じゃないんだ。あと101って言ってたな、シートの。これ何島だっけここ。D 島か。また同じパターンで、隣に行く感じか。てか、ここなら別に落ちたとしても最悪お水のところつくから。さっき4階だったもんな、ここ通った時。てかなんか左上のレストランみたいなマーク何？もしかして。お腹空いてる主人公。なんか食べ物結構持ってた気がするんだよな。おにぎりでも食べるかじゃん。これ、腹ペコなんだ今、ごめん。全然気づかなかったわ。ほどほど。
もうちょっとで満腹。あ、なったね。あ、大満足っていうのもあるの？まあ、せっかくだから、食べとくか。てか、ずっと食事してなかったもんね、考えてみたら。でもシートっていうことは、ここじゃ、ないってことだよね。なんだこれ？絆創膏？おお、絆創膏。なんかさ、これ取れんの？あー、それだけ？ってことは、ここあれかな、お子ちゃまが、住んでたのかな？出るのか、ここから。お、開いたね。シートは行かなくていいのかな？あ、これ、やっぱさっきと違うとこだよね。あー、入れない。あ、ここも入れない。4階もダメ。5階は？あ、これなんか重要なのなんじゃない？誰かいんのかな、ここも。5階、あれだもんね、さっきの建物は5階行けなかったもんね。あ、なんかある。野球のユニフォーム、なにこれ。なんか電話と辞書っぽいのがあるけど。それだけ？あ、なんだ？高級そうなソファー。このソファー私のお気に入りなのよ。てか逃げなくていいの？ふふふ、もういいわ。私の人生それなりに幸せだったもの。あ、諦めちゃってんじゃん、この人。こっからも何？あ、行けるんだ。あ、でもさすがに隣は、行けなさそうだね。あ、あー、間違えちゃった。あ、これだけ？5階、あ、隣でも行けそうな、やつあったな。ちょっと一応見てみるか。なんかまた待たれそうな。あ、やっぱあったよね。もう行ってみるか、一応。せっかくね、こんな高いところまで。てか、なんでこれ、なんかどこにもこの板が置いてあるの、これ。ここから、隣。あれ ?4 階ってでもさっき、入れなかったとこだよね。あ、いける？あ、降りれた。あ、こっち、あ、違う。こっから入れんのかなと思ったんだけど。また隣行けんの？なんかすごいなんか移動できるな、ここ。でも自分が今行きたいのはな、C 棟なんだよな。これ D 棟なんかうろちょろしてても意味あんのかな？いやでもね、もしかしたらね、肝心な。あ、これもしかして主人公のとか書いてる？なんか右上にお水マーク出てたから。飲んどくか。あ、激しく乾いてるになってるわ。これでも喉とか乾きすぎると、どうなんのこれ。の、入れるっぽいですね。なんか建物、あ、誰かいる。何この人は。この人も逃げないんだ。なんだ君は勝手に人の家に、しかもベランダから入ってくるなんて。ああ、またあれだ。事情説明してるね。救助の要請か。そういうことなら俺も手伝わせてくれ。屋上行くならこの部屋の玄関の外に官僚のはしごがあるはずだよ。おや、まだ屋上から看板を引き上げてくるくらいの長いロープを持ってないみたいだな。紐状のものを手に入れるならそれを組み合わせれば長いロープになるんじゃないかな。なるほどね。そこら辺を作って、屋上行って引き上げる感じ？こっからってことね。これだ。けど今行っても意味ないんだよね。やっぱあれだ。一回シートに、落書き？あ？むむ、この階段は、突然目の前が真っ暗になった。闇の中で少女の声が聞こえる。何これ？ふふふふ、遊ぼう？ふふふふ。何これ？声が聞こえなくなった。何今の怖くない？何何回もね、急にホラー展開。これじゃあ戻って、シートまで一回行かなきゃいけない感じかな？ってことはまた全部、あれか。あ、揺れてなかった今。また全部戻ってシートまで。行かなきゃいけないのこれ。ってことはシート行ってまたここも戻んなきゃいけない感じか。ちょっと長くなりそうだな、こっから。一応また今ね、208号室だっけ？
この男の人がいるところで戻ってきたんですけど、そうそう、この離島にホダさんって人がいてね、やたら物持ちがいいで有名なんだ。ボロのシーツとかを溜め込んで、溜め込んだ使えないかな。D 棟の106号室が、ホダさんの部屋だよ。え、そこも行く感じかな。あ、1階ってどうやって行くのこれ。え、だってこれ今、あれ ?1 階で沈んでなかったっけ。え、やっぱそうだよね。え、どうすんのこれ。またボート乗っちゃっていいのかな。え、1階って行けなくないもん。そのホダさんのとこ行きたいけど。え、どうしたらいいんだろう。どっか別、え、こっちから行けるとか、そういう。ああ、え、これが邪魔で行けないもんね。え、だって1階って沈んじゃってるよ、これ多分。なんかどっかから回って行けんのかな。あ、これシートだ。え、自分さっきシートって言って、なかったよね。あれ、シートの10なん、え、でもだから1階行けないじゃないの、だから。だって1階ってさ、沈んじゃってるよね。なんか2階からしかないんだよなぁ。どうすんだろう、これ。誰かいる？あ、なんかあった。これあれか、身につける系か。あ、いたわ、びっくりした。大丈夫、おじいちゃん。お、君たちはまだ生きなきゃいけないのかね。聞いてみるか。ロープ？そうじゃな。確か、これ、末の孫の同級生の父親に、あ、これさっき言ってたよね、山登り好きな人。登山が好きな人がいたような、登山の道具ならロープくらいあるんじゃないかな。やっぱシートだ。え、シートにはいるけど、101って行けなくない、おじいちゃん。だって沈んじゃってるでしょ、1回って。ジャングルジムあるね。あ、ここは、特に何かできるわけじゃないな。これ潜るとかそういう話じゃないよね。ね、シートの101にあるっていうのさっきも聞いてはいたんだけど、問題なのは沈んじゃってるってことなんだよな。だってこっちも開かないでしょ。で、上も行けない。やっぱ下も行けないでしょ。こっから行くんじゃないのかな、じゃあ。でも、シートの101、人いる、あそこ。どっからか行けんのかな。一番奥あれだね、でも。ここ行けるっぽいな。こっから降りんのか、また。今101って書いてなかった？こっからだったらいけんのかな。あそこが、登山用ロープがある部屋か。取りに行くには水に潜るしかなさそうだ。マジで潜んのこれ。先に進むに行くしかないと気合を入れる。濡れたくないけど行かなきゃと嫌々覚悟する。ちょうど水の中に潜りたい気分だったと喜ぶ。カナエさんの代わりに取りに行ってもらえないか聞く。これ最低だな。でも一番これ見てみたいな。いいね、ちょうど水の中に潜りたい気分だったんだ。やばい気分だなそれ。これ何、勝手に行って取ってきてくれ。これ、やばくない？早くしなきゃあれでしょ。やっぱりなんかちょっとずつ体力減ってきてる。ちょっと急いでいかないと、ロープどこにあるの？やっぱ窓もあれだね、開かなくなってるね。ない？見つけた。すごいな、これ。でもなんか、体力の減り遅くない？すごい肺活量だな、このイケメン。これ、ここら辺の段ボールは、特に何か入ってるとかはないよね。急いで戻ろう。てかよくこれ水圧とか関係なく、開けられたな、これ。すげえな。すげえ、普通に戻ってきた。これもさ、3つアイテムって取った？ロープと、
ベルトと、あれなんかもう一個ぐらい必要なやつなかったっけ？これでまたあれか。5階まで戻んなきゃいけない感じだね。うわ、あったわ、106。106号室は水没している。しかし扉が開いており中に入れそうだ。これで必要なもう一個を手に入れて、5階に行って看板を引き上げる感じかな。うわ、またお水の中か。あ、夜間とかも沈んじゃってるよ。うわ、あ、こっちだってるか。あ、なんだっけ今手に入れるアイテム。お、リュックある。これは？あ、関係ない。お、外には行けない。え？あ、こっちだな。あ、これだな。あった。破れたシーツ。これ3つを、え、今取ってるね。大丈夫だよね。この3つをつなげて、5階に行ってあの看板を引き上げる感じかな。うわぁ、これ気づかなかったわ、最初行くとき。てか気づかないよね、あんなお水の中にさ、沈んでたら。あれ？他にアイテムないよね。大丈夫か。これで、あれか、出ちゃっていいのかな。よし。あ、よかったよかった。これで3つなんとか。これで、あれかな？あれ？これ、こっから5階行けたっけ？で、看板引き上げて、また行く感じか？あ、来た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 。あ、これでまた一回ベランダ渡んなきゃいけないのか。ちょっと待って待って、え、え、さっき売れなかったじゃん、ここ。うっそ、こんなパターンあるの？え、これ、え、あ、ここで、危ない、ここで転ぶの危なすぎでしょ。これ一回待たなきゃいけないのか。あ、よかったよかった。収まった？いけるかこれで。え、また揺れたりしないよね。あ、よかったよかったよかった。あ、渡っちゃいけなかったんだ、一回目は。いや、あのさ、屋上に行くところまではさ、カットしようかなと思ってたんだけど、急にさ、揺れ出したからさ。え、こっから先は大丈夫だよね。あれ、これでこっち。あ、違う、もう一回向こう行くんだっけ。え、なんかこれまたここも揺れそうな。ちょっと待って、一応戻る準備しとこう。大丈夫か？あ、今回は大丈夫なんだね。ここが確かあれだよね、屋上に、繋がってるところまで、やっとここまで戻ってきたよ。あれ合ってるよね。ここ確か外出れば、行けるはず。あれ、ここ合ってるよね。そっか、一回シートはあれなんだね。寄ってから、ここに来なきゃいけなかったんだね、ここね。やっと来たよ。これで3つ組み合わせて、いや、ほんとにさ、あれ、看板引き上げられんの？あ、すごいね。え、どこ？看板って、あれ、こっち側だっけ？あ、あった。道を塞ぐ看板。盤の上あたりだ。でも、看板を引き上げるための長いロープを持っていない。紐状のものを組み合わせて長いロープを作ろう。え？え、持ってるよね？全部。え？え、ベルト？え？この3つじゃないの？あ、待って、今なんか組み合わせみたいになったな。あ、これだ。え？できた？分解しますか？あ、できてるできてる。こんな組み合わせるパターンもあるんだ。これで、一応さぐ看板の上あたりでロープ下ろしますか。これで何？うまく引っ掛けんの？看板に結んだよ。早いな。引っ張るぞ。せーの。あ、なんか D 棟の人も来てくれてる。おいよー、なんかいつの間にか、なんかいろんな人が。あー、でもさすがにやっぱ二人じゃ無理だよね、引き上げんの。よし、これでいいだろ。お、すげえ。でもちょっと通るの怖いな、ここ。あ、すごいね。ちゃんとみんなで協力して、ちゃんと引き上げられたわ。これで降り、ん？看板持ちはボーッと行けるの？あ、なんか便利なのあるじゃないのよ。てか、毎回こういうの出してほしいな。これで、あ、そっか、渡っちゃっていい感じ？あ、でもちょっとキリいいかな。ここで一回セーブして、渡るところからまた次回じゃあ、にしよっか。セーブもちょうどあるしね。じゃあ、ここで一回、
セーブして、で次回ね、あそこ看板超えるところからね、またやっていこうと思います。よしよし、いや結構苦労したな。で次回のあそこ渡っていこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただいた方ありがとうございました。